の周りの一番高いところに登りました。そして寝ている竜に向けて、なんと持ってきた牛の生首をポーンと投げつけました。びっくり仰天した青い竜はもんどり打って飛び上がり、仰向けのまま池の中へドドドドドドドシャン。その勢いで池と水はバシャン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 飛び散って、たちまち麓の田や畑は水浸し、いっぺんに潤って秋の実りを迎えることができました。さて、ところ変わって、今度はちょうどその頃、ここの岸辺村の釈迦ヶ池に恐ろしい大蛇が住んでおりました。この大蛇こそは村の田や畑や作物を食い荒らし、岸辺村の人々をほとほと苦しめていました。村の娘を池の中に引きずり込んだり、子供を飲み込んだり、人間の手ではどうにもならない暴れ者をみんなどうすることもできなくて嘆き悲しんでおりました。そのうち知恵ある善助の噂話が岸辺村まで届いてきました。そして間もなく善助のところへ使いが来ました。若者は、しばらく考えて、そうだ、あの池の竜に大蛇の相手をさせればいいのだ。そのことが青い竜の耳にもいつしか耳に入りました。もともと気の弱い竜は、もし本当にそんなことになったらどうしようと心を痛めておりました。それを知った五穀神社の不動明王さんも、人に悪さをすることもない竜が戦いの道具にされるのはかわいそうにと思いました。しかし釈迦ヶ池の大蛇の暴れぶりも聞いていたので、善助の意見に耳を傾け、不動明王さんはいつも自分が持っている利剣というものすごい力の出る剣を青い竜に渡し、さあ、あの大蛇に立ち向かえるのはお前しかないんだと励ましました。しぶしぶ腰を上げた竜は剣をしっかり口にくわえ、釈迦池までずーらーっと一通り迎え撃った大蛇とのもんどり撃った戦いは3日未満も続き、竜に巻きついた大蛇は力いっぱい締め付けようとしますが、あと一歩というところで、さて利剣の力が働いてなかなか勝負がつきません。とうとう両方ヘッドヘッドに力尽き、お不動さんもそれを見るに見かねて、よし引き分けじゃ。大蛇もこれに懲りずに、その後はおとなしくなったということです。青い竜はこの戦いで自分がこんなに強かったのかと知り、あれほど恐れていた雷さんにも日照りが続いて村の衆が困っていたら、ヒュルル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 と天に向かってまっしぐら寝ている雷さんを叩き起こして、にわか雨をザザザザザと降らせて、村々の田や畑を潤してみんなに喜ばれ、竜神様として長く大事にされました。さて、こんなわけで竜神の姿は今も山田駅の近くの五穀神社に巻きされて、昔の姿そのままに不動明王さんの足元に巻きついて、その大きな口からは夜も昼も水を噴き出しています。そしてこの神社は今も穀物、お米や麦の取れる神様としてお参りの人が絶えないということです。お父さんがこう利権を持ったこんなお父さんがね、この竜が巻きついてね、それでここからね、お水